まずはパーソナルサポートというのを心がけていて、まあ、いろいろ、施術のコースは用意してあるんですけれども、同じ方でも毎日体の状態は違うので、その日その時のメンタルの状態も含めて、施術の厚加減や、各パーツごとの時間の長さ、その他細かいことも、毎回いらっしゃるたんびに微妙に内容を変えております。一つは施術全体として、足の健康っていうのを特に重要視しています。なぜならば足は体の土台になる部分ですので、この部分の、血流が滞っていたりとか、こりむくみが激しいと体自体のバランスも悪くなり、また多くの方がご存知の通り、足の裏には全身の内臓のツボ、反射区などもありますので、ここを整えることで体の中から元気になり、体全体のバランスが良くなる、よって、姿勢も良くなりやすいっていうことが言えるので、特に足裏に重点を置いて施術をしております。ただのそのマッサージ屋さんっていうか癒しどころではなく、こうここに来ることでお客様自身が自分の体のことだったりとか、心の状態に気づくことができるという効果も期待できます。ございました。今月のおもてなしドリンクはローズ。
ず。そういう気がしていいです。不妊のサポートっていうのは、あのネムの木を開設した時からの隠れミッションの一つでした。それは私自身が、不妊で悩んでいた時期がありまして、そんな時に私自身がお客様としてリフレクソロジーを受けたり、アロマトリートメントを受けた時に、あの自然となんかこう心が溶けるというか、そんなような経験をしたので、ネムの木では積極的に不妊治療で悩んでいる方のサポートをしたいっていうふうに思って、あの活動してきました。不妊クリニックでのセラピーも約6年間経験しまして、さまざまな方のお悩みを聞いたりとか、その方の体質に合わせたセラピー、マッサージ、生活のアドバイスなどをさせていただいております。